おはようございます。おはようございます。よし、これからメイクをします。下地から塗っていくぞ。この下地は1個前の Get Ready With Me の時にも使ってたものです。 Mary Kay のファンデーションプライマー、サンスクリーン入ってるって。 SPF15 のサンスクリーンが入ってる。私もさっき塗ってたけど、いいじゃん、サンスクリーン入ってる。これを顔全体、まあ毛穴の気になるところかな、ここら辺とか、あとおでことか塗っていきます。てかさ、Get Ready With Me って化粧の仕方をお話しするんじゃないよね。ぶちゃくちゃこう、これから何するとか、なんかそんな感じのこと喋るわけでしょ。まあ両方か、どっちでもいいけど。ファンデーションはこれね、これを使うのよ。これ持ってきたのね。これトレーダー・ジョーズのローズウォーターフェイシャルトーナー、なので、このファンデーションさ、CC プラスって書いてあって CC クリームなんだけど、でフルカバージュなのね。なんだけどさ、かなりこう重たいファンデーションなわけ。ちょっとティックな感じなのね。だからこれを伸ばすとき、このトナー、化粧水をスプレーして伸ばそうと思って。あ、またやっちゃったよ。 イルミネーターしようと思ってるのに。このカバーフィックスのイルミネーターをね、つけないと。こうベラベラしゃべりながらやるわけじゃない？ Right? OK Get ready with me をしながらだけど、私がこの間とても人生が変わるかな出来事があったのです。それを皆さんとシェアしながらお化粧していきましょう。あのねですねこれで化粧水をこうやってかけるの。もう見た感じわかるじゃん。すごいさ、厚みがありそうなティックなファンデーションでしょ。リキッドファンデーションなんだけど、クリームファンデーションじゃないんだけど、結構厚みのあるのね。 OK 化粧水したじゃん。この化粧水結構いいよ、すごいおすすめ。だからこのままちょっと指で伸ばしていこうかな。指で伸ばしてスポンジで叩いていこう。そう、この間ね、人生がちょっと変わることがあったわけですよ。皆さんさ、人間には守護霊様がいるの信じてますか？もうここから「ああホープさんやべえ方行っちゃってる」って思わないでねやべえホープさんとうとう行っちゃったと思わないで。守護霊さんがみんないるのよ、誰にでもね。で、私はもちろん前世とかも信じるタイプなのね。でですね、この間8月かな、8月中になんとそういうさ、守護霊さんとお話できる力がある人たちいるの分かります？日本で言うと何て言うのかな、アメリカだとミリアムって言うんだけど、日本だと何て言うんだろう、チャネリングができる人とか、多分ね、名前があるはずね、肩書きの。そのさ、守護霊様とかとお話しして、こういろんなことを解決してくれる方がいるじゃない。その人にお願いして見てもらったの、私で。私の守護霊さんとお話ししてくださいっていうセッションでもなかったのね。彼女の名前はコリンさんって言って、紹介してもらったんだけど、コリンさんはインスタグラムも YouTube もあるから、よかったらぜひチェックしてみてください。すげえいい人なんだけどさ、彼女がまあいろいろ理由はあっての、今そういう守護霊様とお話しするセッションは今設けてないんだけど、結局なんか悩み事とかがあるとさ、そうやってまあお客さんが来るわけじゃん、コリンさんのところに。で、こういう悩み事があってみたいな話をすると、コリンさんがじゃあちょっと守護霊さんとお話ししてみて、なんて言ってるか聞いてみましょうみたいな感じのセッション今までやってたらしいのね。なんだけどなんかさ、そういうセッションすると、なんか結局守護霊様とお話ししてるから、なんかそのなんていうの、こう守護霊様が言ってますよとかってなると、なんか聞いてる側はさ、うわーみたいな感じで、なんかこうその時一瞬もわーすごいみたいな感じになるらしいの。なんだけど、じゃあこうなって、こういう風に言われてるから、今後はこういう風にして改善してってくださいね、その悩みをみたいな感じでセッションが終わるじゃん。で、そうするとそのセッション受けた方は、ああ守護霊さんこんなだったん、こういう風に言ってた、わあやっべえすげえみたいな、こんな世界あるんだやっべえみたいな感じになって、でも結局そのなんていうのかな、セッションを受けてさ、解決法をまあ要は見出したとするじゃん。だけどそれを結構行動に出さない人が多いらしいのね、その後。で、結局同じことの繰り返しをしている人が結構多いんだって。で、なんかコリンさんは考えたらしいのよ。なんかこれは結局こう守護霊様とお話しして、そのね、セッションを受けて、わあすっげえってなって、そのなんかこうちょっとこう夢な感じ、わかる？なんかちょっとドリーミーな感じすぎちゃって、その受けた側には届いてるんだけど、ちょっとこうなんていうのかな、こう夢に浸るじゃないけどさ、こうわーってなりすぎちゃうっていうので、だから彼女が見出した新しいセッションは、もう本当にその私がこの起きてる状態でね、そのしごろえ様とお話しする時ってちょっと催眠状態にさせないといけないんだって。で、コニーさんが催眠状態にさせるんだけど、で私が今回のセッションはね、私が起きてる状態で、もろ起きてる状態で、まあ、こういう悩みがあるんですよ、どうしたらいいですかねみたいな感じで言うじゃん。でそうすると、なんで悩み、そう、なんか、例えばなんだろうね、どうしてそうなったかな。なんでそう思うんですかとか、なんかこうさ、こう、まあ、要は彼女が上手にそこの悩みのところを何回も質問してきてくれるわけ。で、そうすると自分の気づいてない、多分こうだからかな、みたいなさ、感じで、こう、いろいろさ、答えが出てくるのね。で、そうすると結局、その、しごれ様に、聞いてその答えが、しごろえ様が返ってくる答えと、あと自分がこうやってさ、何回もコニーさんも質問するのが上手だから、その質問してくれて自分がこうやってだんだん答えていく上で、なんか出た答えと結局一緒なんだって。だからその自分が起きてる状況の時の方が、そのなんていうのかな、起きてて自分が答えを自分の口で出した方が、その本人に響きやすくって、しかもその後のなんていうの、行動に出やすいというか。でそれで、まあ、彼女はこのセッション今やってるんだって。で、私はそれでお願いしたのよね。化粧が全然進まないじゃん、この話してたら。これ化粧しながら話すもんじゃないねほんとそうだよ。 OK したら、今日どういう系でいこうかな。メイクいろいろ試したいんだよ、面白いの。だけどね、子供が起きそうなんだよ。今、エリソンが昼寝してるんだけど、起きるかもしれないからね。まあいいや、次コンシーラーしようかな。OK、コンシーラーしようね。そう、それでそのセッションしたの。で、私の悩んでることはあんまりシェアしたくないんだけどさ、皆さん。なんだけどね。まあ何個かあったわけ。なんだけど一つ、彼女がね、なんて言ったかというと、一番初めに「お、そういえばセッション、一番初めのセッションにまず」とか言って、自分に今お金があって時間もあって全て手に入っている状態でね、全て手元にある状態で満たされている状態で何がしたいですかって言われたわけよ。でその時にもう空の気持ちで考えてね、何がしたいかなって思ったわけよ。ね、時間もある、お金もあるでしょ。それでね、例えば子供たちもみんな健康とかさ、旦那も健康、自分の家族みんな健康、全てうまくいってる。それでも自分何がしたいかなって思った時に、私の口から出たのはさ、メイクがしたいですって言ったわけね。で私は自分にメイクするのも好きだけど、やっぱりお客様にメイクしたいですって言ったわけよね。で彼女が「じゃあもうそれがあなたを幸せにすることだから、それをどんな状況でもしてください」って言われたわけでなんか人間はね、幸せになるために生まれてきてるから、結局こう、例えば時間がないとかさ、こうだ、だからこれができない、自分したいのにできないみたいな感じで、結局自分を抑えてると変な風に出てくんだよ、後からね。なんかさ、言うじゃん、死んだおじいちゃんが「俺は何もやりたいことをできないで来て後悔してるから、お前は好きなことやるんだぞ、ではパン」みたいな感じでさ、死んだとかよく聞くじゃんとか聞くじゃんかね。もうほんとその通りで、人間は幸せになるために生まれてきてるんだから、そう、自分の好きなことをするのが一番いいって言われたのね。で私がさ「じゃあちょっと時間マジでないんですけど、化粧したいですけどどうしたらいいですかね」って言ったら「もう無理やりしてください」って言われたわけよ時間作って無理やりしてくださいとか言ってね。でそれが私の悩みを全て解決するからって言われたの。でなんかこう私がさ悩んでたこととかをこう彼女が全部書き出してくれて、まあ、私がそれで彼女が質問してくれたのに答えたのとかも全部彼女が書き出してくれて、こうやって紙を見てたわけ彼女が。でこれを見てる限りあなたはね、のぞみさんはメイクさえしてれば絶対全てうまくいくって言われたわけよ。すごくね。でなんかしくっときたわけ、私にもしくっときた。こうなんかおーなるほどみたいなさ、なんか絶対そうだなって自分も思ったのね。そうでそれ以降やっぱり時間はないよ私。時間はないけど旦那にもお話しして、でもうちの旦那も言ってたわけ。でも言われてみればそうだねみたいな、君が絶対にこう幸せでハッピーでなんつうのかな、全てうまくいってる時っていうのは大体こうお化粧してる時がほとんどだとか、その時期一生懸命ずっとお化粧してたとか、お化粧してる回数が多かったとか、あとそうそうそう、そんな感じだったんだよね。だから「メイクセンスだね」って言われて、君はお化粧してる限り幸せで、私がそれで自分が綺麗、メイクして自分が綺麗でハッピーだと、そのハッピーなエナジーが家族に行く、子供に行くみたいな。で結局ね、そのお家のお母さんが幸せでハッピー毎日だったら、その家族はみんなハッピーなのよね。結局そうなの。結局お母さんなの。お母さんなんですよ皆さん。お母さん OK。 だからお母さんがね毎日泣いてて辛いとか、見えるこれ、毎日泣いてて辛いとか、そんなんやってちゃダメなんよ。わかりますか？でもそうだよね、言われてみれば本当そうだよね。そう思いません？だから私がね毎日笑ってハッピーでいてる限り、うちの家族は絶好調なんでございますよ。OK、 さっきのコンシーラーを今ここにつけたじゃん。でそれで眉毛をやっていこう。見える？眉毛は皆さんちょっと黙らないと私。わかる？眉毛ちょっとね集中しないと。このお話にすごくこう自分の感情入っちゃう人いっぱいいると思うわけね。だけど皆さんそうなんだよ。人間は幸せになるために生まれてきてるから、だから自分の好きなことしていいんだよ。でそれに例えばさ、お金がかかるとか時間がかかるとか、そういうのでもお金かけてみ、時間かけてみみたいな感じなんだと思う。でそうしたら絶対にその後ちょっと大変かもしれんよけどうまくいくはずなの。それでね自分が妊娠中から子供出産して、まあもう本当に時間がないわけじゃないの。しかも夏だったしさ、子供たちは夏休みだし、で新生児いるし、もう全然時間もないから、お化粧するなんてもうね本当に時間なかったわけですよ。でもまあまあ今一番小さい子が今4ヶ月とかになって、まあほら新生児ではないじゃない、まだ全然小さいけど。でちょびっとまあ時間があったりとかするから、その間にお化粧したりとかして頑張ってお化粧してるの。でもやっぱりお化粧した日はなんかよくわかんないけどね、うまくいくんだよ全てが。面白いよね、私ってそういう風にできてるみたいで。よく聞くキーワードで聞いてちょっと恥ずかしくなるぐらいだけど、人生一度きりだからマジで。本当に人生一度きりじゃん。だからさ、時間も限られてるじゃない。だから本当にね、自分の好きなことやった方が悔いないよと思うんですよね。世の中のお母さんじゃないお姉ちゃんたちもそう。世の中のお兄ちゃんね、ほんと一回きりだから、自分は何のために生まれてきたのか、幸せになるために生まれてきたって言ってさ、で自分のこと信じて自分の好きなことをやってって、で幸せになろうの。 OK？ そうなのよ。わざとらしいでしょ。分かってる。これをこれからブラシで溶かすんですよ。 OK？ コリンさんにもさ、もうなんかすごい、すごいいいセッションだったからね、YouTube のチャンネルでビログやってたりするんですけどみたいな、ちょっと喋っていいですかねとかちょっと言ったら、あ、全然いいですよって言われた全然お話ししてくださいって言ってくれたから、皆さんさ、もしね、本当にやばい悩み事があって悩みまくってる身の回りの人に相談するんだけど、みんな同じ答えが返ってくる。それかもう悩みすぎちゃってどうしていいか分かんないみたいな感じの方、私みたいになっちゃった人はコリンさんよ。でね、言っとくけど、私だって悩みあるから、ジャッジしないで。 OK？ 私だって悩みあるのだから、みんな悩みあるじゃん。それと一緒で私も悩みあるから、そこら辺もジャッジしないでください。よろしく。あ、赤ちゃん起きた。バイ。なんか一瞬起きてまた寝たのでメイクを続けています。私そういう感じのね、人に悩み事を相談するみたいなさ、そういう専門的な人に相談するの初めてだったわけよ。で、正直な話、エディソン君起きてもうた。なんかさ、左の方が濃く見える？ What？ 左の方が濃く見える。なんか OK したら、これエルフのクリアジェルをつけていくんですよ。でね、皆さん、エリソンここにいながらお話しするよ。これ終わらせたいから、このお話を。で、なんだっけ、私それさ、専門的な人に自分の悩み事を話して、こう解決してもらうじゃないけどさ、こうアイディアをもらうみたいなの初めてだったわけ。っていうのもね、なんか私、そうさ、占い師さんみたいな人いるじゃん。コリンさんは全然別、占い師とかではないからね。占い師の人とかのとこ行ってさ、私の将来占ってくださいみたいな。私あんまりああいうの好きじゃないわけ。だってさ、結局ほら、なんていうのかな、こうあなたを占って、その人がまた、なんだろう、信じるか信じないかの問題なんだよね、その人のことを。私はコリンさん信じてたからスッて全て入ってきたんだけど、例えばさ、その占い師さんのところに行ってじゃあタロット占いとか、いろいろあるじゃんか。それでやってさ、あなたはこうした方がいいですねとか言って、こう将来をこう決められるわけじゃないけど言われるわけじゃん。なんかそれでこう自分の将来をこう決められちゃう。で自分はそれでさ、ああ OK じゃあそっちにそういう風にしようみたいな、なんかそういうのあんま好きではなかったの。なんだけど、よくわかんないけど、コリンさんにはすごい信頼をしてて、でそれでストンと入ってきた。だから誰を信じるかの問題だよね。そうなんだけど、なんかそう、あんまりそういう、なんていうのかな、好きじゃなかったわけよ。そういう言われることをただただ信じるっていうかさ、こう手相とかも、手相もいろいろ意味があるよ。だけど例えばこう あなたは何歳で結婚しますとか言われたとしてさ、それで私は絶対何歳になったら結婚するんだみたいな、で結局それが起きなかったらどうしてみたいなさ、なんかそういうなんていうの、自分の気持ちをこう左右されるみたいなのあんま好きじゃないわけよ。自分は自分で決めたいわけだけど、今回のコニーさんの場合はちょっと違ったのね。なんかこいつなら信じれるみたいな、なんかよくわかんないけどなんかあって、そうなので、なおかつそれほどやっぱりこうなんていうのかな、なんていうの、アドバイスが欲しかったのね。そう、それでもうここまで来たらちょっと誰かに頼ろうみたいな気持ちになってさ、でも全然いいと思うのね、そういうのも。まあ、自分も昔の自分だったら多分してなかったんだけど今こういう感じになって、ちょっと誰かにアドバイス欲しいなと思ってそれで行ったんだけどさ、まあ、すごい良かったですよ。そうだから眉毛終わったじゃん。やっぱりちょっとこっち濃い、光のせいな感じしない？ See？ そんなことない？まあいいや OK。 したらパウダーしなきゃいけないの。粉でセットして、ずっと使ってない資生堂のブラシ、これ日本で買えるよ。これでさっき見せたお粉あったじゃん。いつ見せてたんだっけ私眉毛やる前に見せたんだっけ。それでそれをこう取ってさ、この目の下にさじゃないよ、押し込むわけ。こうやってほんと崩れなくなりますからね、ぜひやってみてください。でこのお粉をのせる状態の前にちょっと線が入ってたりとかしたら絶対にそれを直してからお粉でこうお粉をつけてください。それだからセッティングパウダーっていうのをセットするからね、セット OK。 かわいいエディソン、かわいい、かわいい。 OK、 こんな感じで目元もやるよ。今日ちなみに金曜日でうちの旦那お仕事お休みなので、車のオイルチェンジとか今行ってんのね、旦那が。そうだからフローレンス連れてってくれたから、今ちょっとお化粧してるんだけどエディソン起きちゃったからね、まあいいや。 OK、 したらアイメイクをしていきましょう。どういう感じのアイメイク見たい？このノービナちゃんのアイシャドウパレットを使う。アナステーシアから出ている。今日カットクリスやろうかな、最近楽しいからカットクリスやるの。なんかさ、昔のカットクリスってギュイーみたいな感じだったじゃない？グイーみたいな。だけど最近のこの今の時代のカットクリスはなんかソフトな感じでもできるから、そこがいいよね。カットクリースを開発してくれた人、開発じゃないね、見出してくれた人ありがとうだよね。メイクも流行りがあるからね、毎年新しい技術とかさ、商品もそうだけど出てきて飽きませんよね。全然本当に飽きません、楽しい。そしていろんな人がそれでハッピーになってるからね、いいですよね、本当にいいですよ。てかブラシ変えよう。 OK、 この小さいのにする。このね、カットクリスするときこの内側あるじゃん、ここにも色しっかり入れないとカットしたときに綺麗に見えないのね。だからここにもしっかり濃い色でも入れてあげないとカットみたいな感じにならないの。今日さ、こんなお化粧してるけどどこ行くのってなんかね、私エリソンが生まれてからあんまり赤ちゃんのさグッズ全然買ってないわけ。赤ちゃんのグッズっていうのなんか、例えば彼が座る椅子とかさ、なんか赤ちゃんのアイテムあるじゃん、全然買ってないわけ。っていうのも全然いらなかったのよ、全然なしで全然彼もハッピーだったし、私たちもハッピーだったんだけど、彼がだんだん寝返りをしていろいろ動けるようになってきたら、なんかちょっとジャンパーだっけ、こう赤ちゃんを入れてさ、赤ちゃんがこうジャンプできるやつあるじゃん、こういうふうにね、ジャンプできるやつね、それがちょっと欲しいかなと思い始めてですね。で今日それをなんかリサイクルショップかどっかで売ってないかなみたいな、見に行きたいなと思ってるわけです。そう、もうほんとこういう感じ見える。なんか大体普段はここにしかコイル入れないんだけど、内側にまで入れてるんですよ。わかりますか？そうやってやるんですよ。そうだから皆さん、ね、私さ、すっげえ話飛びまくってるけどさ、あれよ、私のね生まれてきたミッションは自分を幸せにするためにメイクをするっていうのもそうなんだけど、私の生まれてきたミッションはその自分がメイクするじゃん、メイクできるじゃん、それで自分もそうだけど他人も幸せにするために生まれてきたと思ってるわけですよね。で将来それがメイクじゃなくなるかもしれない、自分がすっげえ年取った時とかに、例えば50歳とかだけど結局なんていうの、根本は一緒でさ、根本は一緒で根っこは一緒で、私は誰かを幸せにするためにも生まれてきてると思ってるのね。そういうパワーがあると思うから自分に。だからそういうそのために生まれてきたと思ってるから、それを生きている間にそれを生きている間にやるミッションなんだよね。ねね、エリさんは何のために生まれてきたのかな。Oh my gosh, so hot. Man, so hot. Alrighty. 彼がちょっと遊んでくれてる間にカットしちゃうよ。また、さっきと同じコンシーラーね。これで、ブラシで、眉毛やってたのと同じブラシで取って、カットすんだよ。こういう感じね。オープス。このコンシーラーさ、使う時ね、あれよ、柔らかいタイプのコンシーラーじゃダメ、厚みのあるコンシーラーでこうやらないと、結局さ、アイシャドウあったじゃん、そこに。でその上にコンシーラーのせてるから、薄付きのコンシーラーだとその下のカラーがもうキャンセルできなくって、この上に色のせた時にもう混ざっちゃって、すげえこう土っぽくなっちゃうのね。で全然可愛くないから OK。 ちなみに一番初めに使ったのがこれさ、うちの娘に覚えてます？さ、私がフロリダに行った時の旅行でお話ししてたフローレンスの、メイクアップの事件あったじゃん、サウスカロライナ事件が。これやられたの。まあただ私がさっき使ってたフェイスパウダーあるじゃん、あれをバサーって多分やっただけだからやばくないんだけどこういう風に見えるじゃん、やばいよね見た目が超。一番初めに使ったのはこれなの。上のちょっと黄色な感じのカラーで、次がこれちょっと赤み、今日ワームカラーできてんじゃん。で今ここカットしたでしょ。でカットしたところにシマーの前に、そうだな、このマットの、白をただのせよう。 OK、 これでちょっとこのコンシーラーをセットする感じですね。はい。次にゴールドいくか。濃い色あるじゃん。これを取ってここにのせてぼかしていきます。バサーってやらないように、ちょっとこうサカ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 みたいな。さっきのせたアイシャドウのブラシでちょっと叩くの、この間を。で、上手にこうグラデーションになるようにガサガサしないで叩く感じ。見えます？こういう感じよ。同じ風にやってこうね。今度ちょっと目の下、一番初めに使ったアイシャドウのカラーあるじゃない、あれを目の下にのせて。こっからさ、うちの旦那が帰ってきた帰ってきてないか見れるわけ、車が。それで毎回帰ってきたかなと思って、これエルフのやつなんだけど、まあ、黒いアイライナーなのね。でちょっと薄く線を引いていきます。これつけまつげつけるから、ついてるところあるじゃん、そこをちょっと黒くしたいだけ。そうするとつけまつげが不自然じゃなくなるからね。目の下も黒くしちゃうかな、普段しないんだけど。そしたら何もついてないブラシでぼかしていきますよ、この黒い色を。ここまで終わったのよ、メイク。あともうちょっとで終わるの。新しく買ったこのスマッシュボックスのやつをつけてみようと思います。おー、エリソン動かないで、最後の最後だから please。 超ヌード。じゃーん、見てください。これが私のフィルミングスタジオです。ようこそ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 。こんな感じになっております。ここは私のお家の3つ目のベッドルームなんですけども、今朝セットをしました。まずここにタラタラバックトゥロップを置いた感じにして、これ危ないよ、気をつけて。そしてここにライトがあります。ディーバライトとあと2つセットしたじゃん。これでこんな感じの光なのよ。いいじゃない。よく見えますか？でね、皆さん、私のカメラが前使ってたやつがなんと壊れたんすわ。直しに出すか新しいの買うかっていう話をしてるんだけど、だからそれを直すか、それか新しいの買うまでブログ専用のカメラでメイクアップチュートリアルやろうと思うんだけど、全然色ピックアップしてくれるし、細かいのも全然映せるカメラだから、これでいけると思うから、ちょっとこれでメイクアップチュートリアルできたらやってみようかなと思ってます。この後ろのバックドロップ可愛いでしょ。ラベンダーカラーなの。溜めてるんだよ、溜めてるんだよ。このライト危ないよね、裸だから超熱くなっちゃうやつ。そう、こんな感じです。いや、私のメイク気に入ってくれました？この眉毛がいい感じでしょ。うまい。今日はアウトピッチャーこんな感じ。だってミキなんです。ミキの何が悪い？そうか。暖房買ったよ。$7でした。$7。そしてピンクいいよね。長く使わないもん。数ヶ月ぐらいでしょ、使ってもね。だからピンクでいいよね。どうでしょうか？いい感じですか？普段さ、暖房さ、私フローレンスの時も暖房買ったのよ。キャミの時は買わなかったけど、でもフローレンスの時全然使わなかったのね。全然使わなくって、そう、まあでも今回エディソンの買ってみた。どうだろうね、使うかな。まあ$7だからね。ベイビーシャークドゥルドゥルドゥル、ベイビーシャークドゥルドゥルドゥル、ベイビーシャークドゥルドゥルドゥル、ベイビーシャーク、マミーシャークドゥルドゥルドゥル、マミーシャークドゥルドゥルドゥル、マミーシャークドゥルドゥルドゥル、マミーシャーク。